クリストファー・グラントウッドは、ニュージーランド・オークランド出身のサッカー選手。バーンリー FC 所属。ポジションはフォワード。17歳で、ニュージーランド A 代表入りした。ウエストブロムウィッチ・アルビオン FC のユースアカデミー出身。2008から09シーズンの終わり頃に、ウエストブロムウィッチと延長オプション付きの2年契約を交わす。2010年9月に、バーンズリー FC へ3ヶ月の短期レンタルに出され、その後2010年11月にブライトン&ホーブ、アルビオン FC へレンタル移籍した。2012年12月27日にレンタル先のミルウォール FC から呼び戻され、レスターシティ FC がウッドと個人合意したことを発表した。翌年1月に移籍市場が開くと同時に、期限付き移籍。元日のハダースフィールドタウン FC 戦で2ゴールを記録し、上々の滑り出しを見せた。2013から14シーズンは、レスターに完全移籍するが、ジェイミー・バーディの控えに止まり8得点を記録。同シーズンでレスターは、プレミアリーグに昇格した。2014から15シーズンは8月16日のエバートン FC 戦で、プレミアリーグ初出場を記録するも、バーディの控えから抜け出せず、翌年2月27日にイプスウィッチタウン FC に期限付き移籍した。シーズン終了後は、降格を免れたクラブに呼び戻された。2015年7月1日、チャンピオンシップのリーズユナイテッド FC と4年契約を交わした。8月19日に移籍後初ゴールを記録すると、得点を量産。同シーズンは13得点を挙げた。2016から17シーズンは12月中旬にハムストリングの負傷で離脱することもあったが、昨シーズンを上回るリーグ戦27得点を記録し、2部の得点王に輝いた。また、2部のベスト11にも選出され、シーズン終了後には、リーズの年間最優秀選手賞を受賞した。2017年8月21日、バーンリー FC に移籍し、久々のプレミアリーグでのシーズンを過ごした。移籍金は公表されていないものの、1500万ポンドとされている。27日のデビュー戦となる、トッテナムホットスパー FC 戦で、初得点を記録。9月19日には、FLカップ3回戦で、古巣のリーズと戦い、89分に、PK で、恩返し弾を決めた。2007年、15歳の時に、U-17 ニュージーランド代表で、FIFA U-17 ワールドカップに出場。2009年6月、FIFA コンフェデレーションズカップ2009を前にした、タンザニアとの親善試合で17歳の若さで、A 代表デビューを飾る。FIFA コンフェデレーションズカップ2009では、グループリーグの南アフリカ戦で、交代出場をし、コンフェデレーションズカップの最年少出場選手となった。FIFA ワールドカップ、南アフリカ大会では、グループリーグの全3試合に途中出場するも得点することはできず、ニュージーランドもグループリーグで敗退した。2010年10月9日のホンジュラス戦で、代表初得点を記録。2014年3月5日の日本戦では、0から4と大きくリードされている状況から、前半と後半に1得点ずつを記録した。新型コロナの影響により2021年に1年延期された東京オリンピックにオーバーエイジとして選出された。グループリーグ初戦の韓国戦では、決勝点をマークした。チームは2位で、グループリーグを突破し、史上初のベスト8進出に貢献した。2020年東京オリンピックオーバーエイジ。ありがとうございます。